吉江勝康4月8日から1970年9月17日は、日本の内務官僚、政治家、山梨県知事、号は、地産。京都府アタゴグミ村に、吉江エ郎の長男として生まれる。京都府立、第一中学校、第三高等学校門下を経て1927年に、東京帝国大学法学部へ法科を卒業。 在学中に高等試験行政科試験に合格し、1929年に内務省に入省し、静岡県勤務となり、その後、香川県、滋賀県の警察部警務課長から警視庁を警視として、大塚及び品川警察署長を経て1931年に山梨県警察部保安課長となる。翌年、警視庁交通課長となった後、愛知県の大課長、 1939年に、佐賀県警察部長、厚生省体育課長、内務省大臣官房勤務の後、戦時下の1942年に、陸軍占領地市政官として、ジャワ島やジャカルタに赴任し、ジャカルタ特別市長、ケデリ州長官を歴任。家族は、山梨県南駒郡マスホ町に疎開している。終戦直後、GHQ により、 民主化政策において、地方制度では、内務省支配が解体され、1947年4月17日には、公選知事制が導入され知事選挙が実施された。山梨県下では、GHQ 参加の山梨軍政部による指導で、幹線知事の斉藤昇が、食料問題や、戦災復興に努めており、斉藤は予定されていた第一回知事選でも、 保守勢力から支持を集めていたが、同年に本省へ戻されると、感染知事として吉江が赴任する。第1回知事選では有力者の多くが公職追放にあっており多くの地方では、感染知事が当選しているケースが多いが、山梨県でも吉江が初代公選知事として当選している。吉江は、同年3月に辞任すると自由。 新保両党の保守派からの支持を経て出馬し、官僚候補批判への払拭や政治工業の進行、偉大の設置、野呂川開発などを政策に掲げた選挙運動を行うが、対する革新派では、社会党勢力が分裂し、松沢はじめと共産党の支持する農民運動家の大高木助が出馬したため、対立候補が票を割り、吉江は、 自転の松沢を3万票余り引き離した13万8218票を獲得して初代知事となった。また、同年には1939年以来となる県議会議員の改選も行われ、県議会は与党の民主党、自由党、野党の社会党、山梨社会党の他無所属議員が多く当選しているが、自由党員らにより県政与党である。 旧国新党の決闘が断念されたため、建政期を通じて、議会との間には、確質が存在していた。吉江は、初代知事に就任すると、1948年2月には、食料増産のための三林復興や民生、保険や社会福祉、教育などの進捗や観光業振興などを、提唱した重大施策を発表し、年次に、 県政報告書を刊行することを発表した。半年ごとの県政報告を約束するが、県道は戦災により疲弊しており、県有財産であった県有林も、戦時下での過剰伐採により荒廃していたため、水害が発生し、食料問題や道路や橋などの復旧と同時に、地産地水の応急措置にも追われており、 吉江は1948年2月県議会において、戦時中からの過罰を促した国に対策を要請することと、独自の増林計画を述べている。同年7月には、電気、ガス税を臨時県議会において提案するものの、社会統制力により反対され、財政難のため新規の建設事業や重大施策で、 提唱した社会福祉制度の構想などいずれも着手できずにいた。また、吉江県世紀には1945年7月6日の幸福州により全焼した山梨県病院の再建に関する県病院問題が課題となっており、吉江は文部省が廃校を促していた県立医学専門学校医科大学へ昇格させ、付属病院として県病院の機能を有させる。 県大構想を掲げていたが、県議会では、与党の一部を含め新生中学の整備を優先すべきとする意見が大勢であったため、県大構想は断念された。同年には、山梨医選は廃校となるが、吉江はその後も、旧医選職員を県内に止めるため、県医学研究所の設立構想などに執着し、県議会との確執を深める要因になった。 県民や県議会では、吉江の官僚的姿勢への批判が強く、1949年には、民主、社会ら4派による、県総務部長公徹要求や昭和25年度予算の削減など県議会では、紛糾を重ね、労働組合も反発していた。1951年4月の統一地方選挙で、吉江は、再選を望むと、対抗馬として、 県議会議員の星野茂具や老組幹部の竹中、英太郎らによる捕獲連合により民主党議員の天野久志が候補者に擁立され山梨県政刷新連盟が結成される。天野自身は初め出馬に慎重であったため刷新連では分裂の兆しが生じ、吉江陣営では戦前から県政に影響力のあった。 田辺76や河西と与太郎らに働きかけ、社会党勢力の平野力蔵や松沢はじめらと、反共民主化同盟を結成し、選挙戦は、連盟同士の争いとなる。知事選で、吉江は、自らの実績と反共を主張するが、天野は、吉江の官僚的姿勢を批判して、県政民主化を掲げる。選挙戦は両者とも政策面では、大差がなかったため、 経歴や人柄などに関心が集まり、県人大官僚要教大反響などの構図で選挙戦は加熱するが、吉江は8万秒差で天野に敗北し、県議会選においても吉江陣営は野党となった。その後、1952年の総選挙で自由党から立候補して当選。しかし、翌年の総選挙で落選。 1956年の参院選で自由民主党から立候補して当選。以来連続3期務めた。3期目途中の1970年に死去。ありがとうございます。